皆さんこんにちは。エースハリマアルビオン背番号10番千葉園子です。恥ずかしがり屋の少女時代に日韓ワールドカップを見て、サッカーの世界で輝いている選手たちに、特にベッカム選手に憧れてボールを蹴り出しました。人と挨拶も、できないぐらい恥ずかしがり屋の私が、自分の気持ちを相手に伝えられ、緊張して笑えなかった写真にもご対応サッカーを通して、いろんなことが得られます。私はただ夢を追いかけてひたすらリフティング。こんな感じ。一人でもできるリフティングは、自分に向き合い集中できる、時間を作ってくれます。今エースハリマでは高畑キャプテンとキッズボール遊びおうちで遊ぼうを毎週月曜日と木曜日に YouTube 配信しています。家にあるものでトレーニングできるものがあるか見回してみてください。コロナに感染しないためにもできるだけ家にいましょう。だからよく食べる、体力をつけよう、よく動く、お家の階段登るよりにお部屋のお掃除気持ちいい、そしてよく眠る、免疫力をつけよう、そしてよく笑う。皆さんの夢を叶えるために